世界平和統一家庭連合旧統一教会の友好団体が森山雅人文部科学省の地元事務所神戸市宛てに教団系の機関紙を毎月無料で発送していることが関係者への取材で分かった安倍晋三元首相銃撃事件で教団の高額献金などの問題に批判が高まって以降 受け取り側が機関紙を送らないよう教団側に連絡して発送が停止されたケースが複数あるが、聖山氏側からはそうした意思表示はないと言い,い、先月も送られていた。機関紙は、教団の友好団体の会員向け月刊誌世界思想、迷子に教団創始者の古文鮮明、ムン・ソンミョン、氏のメッセージなどが掲載されている。 聖山氏は教団友好団体から衆院選で推薦状を受け取っていたとされる問題をめぐりすでに関係を断っていると強調している朝日新聞はこうした発言と機関紙の受け取りの整合性について事務所に文書で尋ねたが事務所は朝日新聞の取材には答えないとしている以下はネットユーザーの反応をまとめたものです 野党の不信任案に対して、何らはずべきことはない、というが、宗教法人行政を所掌する文科省という立場であるにもかかわらず、推薦確認書にサインし、機関紙もということになれば、やはりそれは踏み込んでいるというほかない、もはや表層的に取り繕う過去10年で培われた、いつものやり方、では通用しない事態になってしまっていることを認識するべきだ。 もしもこの報道が真実であれば、教団系の機関紙が無料で末山氏側に送られているとすると、教団側から末山氏側への利益供与であると考えられる可能性があっても不思議ではない。そしてその背景には、やはり教団側の友好団体の集会に出席し、推薦状を受け取っていたことや、政策協定書にあたる推薦確認書に署名していたことを報じられていることを想起させる。 また、公人として、特定の新聞社の取材には答えないという聖山氏の事務所側の態度もいかがなものかとは考えるそもそも、政権の閣僚に対する不信任案を提起されること自体、岸田政権に対する国民の信頼を失墜させることにつながり打撃となる可能性がある記事では関係を断つために断っている議員もいるという。それが普通の対応であろう。 事務所に届けば事務所の関係者が見てないはずもなく、まして疑惑の渦中にいるなら謝絶するのは当然では、そもそも解散命令は前の長岡文部科学省が熱心に厳しい対応をしていたから、国会での答弁も世間では通用しないへ理屈としか思えない。 早々認めて辞任をしていれば傷は浅かったはずだか、次の選挙では国会に戻れるかは、火を見るより明らか。今も関係を保ち続けている根拠として成り立ちうるのか、都合悪く記憶を失うほど政治家をやるべきでないほど認知機能が欠損した状態によって定期購読をやめなかったのか判断は難しい。 それでも関係の継続が疑われる問題要素を一つ残らずなくすことで関係を完全に断つことになると考えると、放置している状況はまずい。静山で機関士の定期購読継続の状況をこの記事のように指摘するなら、他の議員も統一教とのつながりの継続を一気にあぶり出すことができるのではないか。 定期購読の継続は関係を断ち切ったと言えないというロジックなら、さらに掘り下げて、聖山以外の議員の関係継続も指摘せねばならない。ご自慢の調査報道で可及的速やかに報じねばならない。これで報じないのであれば、この記事の質にも関わる。 ある面で報じている中で、別の要素の問題がちらついているのに報じないという抜けた状況が日本メディアにはあるのではないかと感じるこれだけいろいろつながりを示す物証がありながら、もし統一教会との関わりを本当に覚えていないのであれば、記憶力に問題あるので辞任すべきです。また、記憶にありながら平気でとぼけるのであれば、政治家としての資質に問題があるので辞任すべきです。 もういっそのこと統一教会に入信し、信教の自由を高らかに歌ってください。岸田総理が盛山文化賞を更迭しないと意思表示しましたので、岸田総理も統一教会に完全に取り込まれていることがはっきりしましたね。恐ろしい話です。統一教会に関わっていない自民党の政治家の方は、離党して新しい政党を起こすなり行動を起こしてほしいです。 最近の自民党に限らず国会議員を見ていると若手で本部やベテランに噛みつく正義感があって元気のいいやつがさっぱりいなくなったこんなことばかりではますます組織は改革力を失いいつまでたってもこの国を変えられる政治家が生まれる土壌は育たないだろうね50年100年先のことを考えたら今起きていることよりそっちの方が心配です この事実はどれだけ未だに生山大臣と統一教会との関係が深いかを示すところが維新は統一の思うツボとして生山不信任に反対とは自民の思うツボだ維新は行政のプロのように自称してきたが万博強行に続き今や記憶にございません薄々思い出してきたなどと意味不明な生山答弁を信じる始末 こんな聖山氏を守り寄り添ってまで自民にすり寄り政権に加わりたいのだろうか国会議員が国民のために働いているは嘘でしょうどう見ても自分が当選するためなら何でもありな活動にしか見えません税金から活動費をもらっているのに政治活動の自由に話をすり替えて報告なし裏金作りに罰則なし相続税なし 国民には増税1円まで申告選挙に行かなければ取られ放題選挙に行きましょう国会議員だって信仰の自由はあるから特定の宗教団体と関係を持っていること自体は問題ないと思うただそれが宗教を語る何者かとなった時点で関係を断つか議員を辞めるかすべきじゃないかな推定無罪とはいえ 少なくともその判断に介入できる立場にいるべきじゃない岸田内閣では数々の不祥事や自民党に浮上した問題を全て根本的な解決を避けうやむやにするばかり統一教会の支援なくして選挙に勝てない議員が多数いるから関係を断絶することができないのだろう巷で噂される通りいつの間にか統一教会に支配されたに等しい状況 そんな自民党が長年与党として巨大な権力を振りかざすことがいかに危険な状況か有権者はもっと危機感を持って自らの権利をしっかり行使する必要がある政教分離を本気にするつもりならば家庭連合だけに限って切るという今のやり方はおかしなこと新宗教や献金の問題がない団体なら良いという,言うのだろうか 彼ららだだってて自分たたちのの理想ととししいいるここを具現化したいからこそ政治に近づくのだろう。政治資金や個人で落選しても比例代表で復活するとかを含めて政治改革を同時に進めなければ何も変わらないのでは政治家を支援する団体だけに問題があったわけではないのでは岸田さんは今教団と関わりないから継続問題ないと言っていましたよね。 でも民意がそれを望んでいないわけですよ。世論にに一切耳を傾けない記憶にない。いい記憶連発でで仕事ができると思いますかちゃんと病院に行って診察してもらい議員を全うできない診断書をもらって休んでもらった方が良いと思います。